日。はいはいはい、始まりました、はい、スマッパ本店。とりあえずオープニングからスマッパ本店始まります。始まります。始まりました。はい。いやいや、ちょっとおかしいね、この始まり方ね。さあ始まりました。慣れ感が。そう、でも未だに俺このスタートの時の、はい、アスマさんで言ったらあーいって始まるじゃん。はい。俺が欲しくて、それが未だに欲しいの。なんかその始まったよっていう感じがすごく欲しくて。ちょっと前考えましたよ。そう、考えた。結果青汁で始まったんだけど。青汁ってなんだろうって思って。いやいや、意味が分かんない。いや、そこならダメですよ、それは。全然意味が分かんない。だからなんかこうね、いいのないかなってリスナーさんと一緒に考えた時があったけど、はい、思いつかないね、やっぱり。難しいですよ、やっぱ自分で作るのは。いや、ほんとよ。でも最終的にチャーンでいいかなと思ってね。大五郎、大五郎。ひどい、ひどい。チャーン、ひどいよ。やりたいなと思ったんだけど、まあまあでも難しい。まだ、まだ模索中。模索中ですね、うん、なんかいいのあったら。いや、そう、教えてください。もう、ちょいちょい教えてください。もう4月始まりましたよ。4月、エイプリルフールは。あ、着きました、エイプリルフールは。そう、ついてないんだよ、それが嘘。4月1日ね、なんかついた嘘。僕は午後についてやべって思いました。普通のやつじゃん。普通の嘘をついた。なんでついたの。え、なんか Facebook の、うん、ね、Facebook って既婚とかに変えられるじゃないですか、交際中。 あれを既婚に変えたんですけど、うん、やべって午後だっつってすぐ戻したんです。誰かと結婚してる。何なんだろうね、あの午前中っていう風潮ね。何なんですかね。俺も起きたら12時半でさ、うん、全然間に合わないと思って。だからあれあるっすね。あ、スマチームの LINE の嘘ぐらいかな。おお、うん、ありましたね。うん、何で送ったかももう覚えてないんだけど。何でしたっけね、あれ。そう、言ってたね、エイプリルフールについた嘘。その年かな、その年絶対叶わないっていう。でもいいし、まあ午後ですから、ね、午後ですからね。そうだよね、普通のエイプリルフールでついたわけじゃないって信じたい。普通の嘘だもんね。この予定もないですけど。何だったっけな、何の嘘ついたっけ。今年はやめませんみたいな。うん、今年は、いや、含み持たせてた。なんで含み持たせた。今年はやめませんみたいな感じ。考えちゃう系のやつダメでしょ。ちょっとこうねえ、そうだよね、そうなるよね。逆にそうなっちゃう。そうだよね、今年やめることになっちゃう、うん、で今年はやめないっていう嘘だから、今年やめるかもしれないってことでしょ。そうそう、だからある日突然ニコ生からいなくなったら、ああ、エイプリルフールのやつだって思ってくれたらいいよ。飛んでった。全然。いや、困りますよ、それは。いやね、で、ハルトもなんかやめますって言ってね。あの流れがちょっと好きだった。ハルト飛びますって。ハルト僕飛びますって言ったから、さようならってみんなこうバーって。嘘に捉えないっていう。あの流れすごい好きだった。もうでもな、もう飛ばないですからね、彼はね。そう、まあまあ飛びはしないでしょうね。はい、うん、はい、髪染めました。うん、ねえ、イメージ変わって、なんかすげえ茶髪に見えますね、もう。そうだね、光と黒くしたんですけど、うん、すぐ色の抜けちゃってね。まあ、いや、忘れちゃった、今何をしたか。嘘でしょ。嘘やん。とりあえず4月始まって、はい、イベント変わりました。僕バースデーやります。あ、22日そうです。よろしくお願いします。2回目です。はい、日曜日です。ホスト始めて2回目ですね。はい、うん、緊張してますか。全く、うん。だって、去年はなんか、いや、去年はもうね、1ヶ月血便だった。血便だったね。血便。ストレスがすごすぎて、もう死にたいと思って。うんうんうん。多分あの時もまた胃に穴開いたんだろうね、きっとね。わかんないけど。ボロボロじゃないですか。すっごいお腹痛くて。肝臓と胃が。でも今回はなんか、わりかし、はい、多分体調悪いのは今ダイエットしてるから、じゃないかな。マジでしてるんですか。うん、いや、本当に。全然。え、
とりあえず今胃をちっちゃくしようと思ってて、あんま食べてない。そうそう、全然一食ダイエットみたいな、とりあえずやって、胃がちっちゃくなったらあと野菜しか食べないみたいな。すげえ、うん、ごめん汚い話ね。いやでもね、なんかニコ生で言ったことはちゃんとかあのなんか実現させようと思ってて、うんうん、とりあえずダイエットからと思って。そうですね、うん、この前はそうですねダイエットするってのと、いやほんとほんと筋トレしますみたいなこと言いましたね。なんか全然ね、うん、もう俺はするとは言ってないよ、筋トレはね。エニシがするんでしょ。俺だけ。いや俺は言ってないからね。いや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 、俺は言ってない全然。気がするけどな。いやでもね、ダイエットっていっぱいあるじゃん。なんか春雨ダイエットとかさ、キャベツダイエットみたいな。で俺はキャベツダイエット今やろうと思ってて。ウサギみたいな。そう、だからキャベツをすごい食べます。すごい食べます。ご飯食べる前に、ね、筋トレね。キャベツ。そのうちね、うん、考えておく。はい。全処する。うん。そうですよ、筋トレ、まあ体を動かすのが一番。いや本当だよね。うん。運動が一番多分効率的に痩せるし、なんか食制限もしなくていいんだと思う。この前バンプの子が来た時に、うん、僕たち週一で公園に。鬼ごっこしに行ってますって言ってたもんね。混ざりに行くとか、いや混ざりよ、嘘じゃん全然やだ俺も行くよっつって縄跳びね、縄跳びやってたな。中学校の時みんなやりますよね、縄跳びは、うん、なんか、いや大人になってやるとね、自分のこのたるみ具合っていうのがすごくわかるよ硬くなったなとか重くなったなとか全然思う、うん、すげえ思いますよね。びっくり、重力に逆らえないっていうのが分かった大人になってやっと分かった。人は飛ぶもんじゃねえって。いやほんと地を張っていきたいよ俺は重力に逆らうべきじゃねえって分かりますね。地上で行きたい、まだ飛びたくないよ絶対きついっすよ、うん、ね、水泳とかもそうですよね。いやほんとね、水泳がね、でもいや水泳めっちゃ体力使うって言うよね。でも肩幅がやっぱこうでかく、なんか大きい。あー、うん、ここら辺の筋肉がね。いや俺泳げないんだよ。おっと、うん、俺泳げない。なぜし、俺去年のその社員旅行で、はい、タイにね行った時に、ええ、アスマさんが元水泳部だったのそうで、なんかそれでちょっと運動教えてあげるよって、運動っていうか泳ぎをねまあマジっすかって言ってやったんだけど、受けなかった。もう体がいやいや沈むっすか全然受けない。うん、浮いたことがないから絶対力むんだろうねこう、なんか体がこうなってるんだけど、ツーってこう足からどんどん落ちていくの。あ全然無理、もう怖いもん。だから海とかもそんな好きじゃないし。それ怖いな。プールぐらいだったらなんか浮き輪とか貸し出しあるからいいけど、全然もう、うん、いや泳げた方がかっこいいんだと思うよ。まあそうですね。なんか溺れた子犬がいるとか言った時にこうバッてこうやりたい今助けてよみたいな、やりたいわいやまあで泳げた方がいいと思うんですけど。いやそうだよね、うん、まあまずはダイエットから、ね、そこだよやっぱ、うん、とりあえずそこ、ね、沈むってことは筋肉があるってことだと思うんですけどね。いやどうなんだ、沈まったら逆に浮くと思うんですけどね。なんか怖い怖い、もう全然、うん、全然怖い。もうそうですね、力が抜けないんだよ。そう、抜けない、怖い。ちょっと緊張してるのかもしれないですね、やっぱ。うん、水になれない。そっちか水ね。あー本当にナイトチューブね、綺麗に見えるよね多分ね。はい、うん、まあ俺らこうやって放送中だからナイトチューブビジョンは見れないけど、はい、ニコ生もコメントちゃんと見えてますよ。うんうん、はいそうで、今日はまたバンプの子たちが来てくれます。そうです。で、とりあえず一人目ですかね、お呼びしましょう。はいはい、どうぞ。真ん中お願いします。お久しぶりですね。うん、2回目かな。うん、そうです、ね。神井ハルトくん、ハルトくんです。よろしくお願いします。この前来た時がすげえ入りたての。そうだね。入って1ヶ月ぐらいの時ぐらいに。あれそんなだったっけ？そうです。前2週間3週間とか。ああ、そんな感じのぐらいの時でもまだ全然よく分かってない感じの時だよね。そう。どう慣れた？ちょっと慣れてきました。あ、本当よかった。仕事も楽しくて。バンプの方が仲いいからね。僕はハルト君と仲のいいブライアンとかに来てもらって、うん、そうだね、先週ね。そうめっちゃ喜んでたブライアンが、尊敬してますって言ってました。マジっすかみたいな。いまだにそう。そう。ああ、よかったよかったよかった。これ変わってたらびっくりしたけど。心変わりがあったら。ハルト君もあれなの？寮なの？そうです。ああ、そうなんだ。寮だと
バンプの量が確かあれだよね、結構人多いんだよね。人多いですね。10人、うん、最初僕共同生活みたいなのダメだったんですよ。ああそうなの。慣れてきたらめちゃくちゃ楽しくて寂しくなるよね、 そのうち一人暮らししようってなった時にね。うん、どうなんだろうね。まあいいとこも悪いとこもあるんだろうけど、あとりあえず乾杯しよう。あ、しますか。いただきます、うん、いただきます。はい、いただきます。乾杯する前にエニシちょっと飲んだな。バカバカ飲んでますよやっぱり見えないね、やっぱり見えない。出たやっぱり見えない出たよいやこうなるよ。まあそうなるよな。うちはなんかね、やっぱ微妙なんだよねこの距離が。うん、もっと近づけて。近づけたらでもこれパソコン見えるんかな。あ、意外といけますね。見えてないですか。あ、ちょっと見えない。ちょっと見えてきた。じゃあ大丈夫だ。うん、この距離だったら全然見える。あ、全然大丈夫です。いや、もうメガネしない、もうメガネしないこの不評なんだよ、ね、この反応はもうえ、目はいい。え、目はいいです。あー、いいな。でもメガネ似合う人は羨ましいです。いや、似合ってないよ俺似合ってないから戦えるんだけど。えにしは、いや、この…いや、多分ね、これこのメガネがいけないの。メガネがね、多分合う、似合う人めっちゃ似合うと思うんですけどね。これ頼む、これ。あー、いる、そういうやつそういうやついる。今日はメガネ壊れてないんだ。そう、あ、怪我もうねだいぶ良くなりました。こう分かりづらいね、これケアリーブ貼ってるんですけど。ただまあ、あ、ごめん、もう外していいよ、もうごめんもう終わっちゃったもんね。あまりにも触れられなさそう。まだまだちょっと打撲が痛いぐらいです。あ、お酒での失敗はしたことある。お酒最近しちゃったんです。あ、何しちゃったの。あの、営業終わって、うん、従業員と居酒屋行って、うん、その後バーに行きはしごしたら僕潰れちゃって。いや、まあ、そうだよね。でもね、3時間ぐらい帰ってこなかったらしいんですよ。どこに行った、どこに行ったの。トイレでなんか服脱いで寝てたらしいです脱ぎたかったんだね脱いでか。それをもう帰るぞって言われて上からこう覗かれて、うん、脱いでたみたいな。上だけ脱いでたの。いや、下ちょっと。ああ、なるほどね。多分迷惑はかけてないよね。まあ、綺麗な酔い方と死んでたやつだな。さすがに店内はダメと思って多分トイレ逃げたんだろう、ね。偉いね、でもね。確かに外でやんなくてよかった。いや、ほんとよ。俺ら見習わないと、ね、危ない。見習わないと。1年でどれくらい潰れる。だってどれくらいだろうこれ。ゆうきさんはあんま、どうすかね、潰れたイメージはないですね。酔う、いや、酔うけど、どうあります潰れはしないかな。そうだね、10回、てか月に1回必ずあるかもしれない。12回かな、俺は。はぁ、うん、1年で考えたら。え、多分そのね、月1ありますね、やっぱ。え、全然あるよね、なんかね、うん、なぜか行く日が。そっか、でも周りに迷惑かけないのいいね。俺も見習いたい、それは。記憶は全然ないんですよ、自分が脱いでた記憶と。あ、うん、潰れた記憶は全然なくて、気づいたら帰って。いや、でもいい、全然いい酔い方だよ羨ましい、俺もそうでありたい。エニシがね、最近ね、結構飲むようになったの。うん、で、エニシの酔い方がとても良くないよね。僕ダメらしいっすね。いや、ダメだよ、エニシは。あんま酔っちゃいけないらしいっすね、本当に。あの、多分バンプにもこれ、まあ、知ってる人は知ってるんだろうけど、おしぼりを温めるマシンっていうのがあって、うん、なんか箱の形した、うん、あれこう引いておしぼりを取り出すじゃん。はい。で、うちのちょっと壊れてて、なんかその取ってるとこちょっとくっつけてんだけど、えにし酔っ払いすぎてこうバーンバーンってなんかずっとやってて。マジっすか。開かない、いや、開かないよって。それ初めて知ったな。開かないよってずっと怒ってる。それ初めて知ったな。ついこの間の話。開いてんじゃん。そう、開いてんだ、開いてんだけど、なんかこうゆっくり開けたら普通にカチャって開くんだけど、こうすごい引っ張るからバーンバーンってこう跳ね返ってしまっちゃう。うわ、やべえな。すごいおしぼりに怒ってた、エニシ。うん、エニシは酔っ払うと無機物にちょっと怒るタイプだね。まあ、人に当たらないだけいいですね。とりあえず、よかった。人にはね、当たらないからまだ綺麗なんだけど。壊れちゃってんな。反省します。いや、ます、そうね、反省します、すでに。酒癖ね、酒癖は分かんないですね、やっぱ。いや、だからこういう人たちがいるから全然
全然可愛い子だよまだ。トイレで寝た方がいい、うん、寝るって幸せっすよね、本当に。本当だよ、寝るが究極にいいと思います、うん、寝ないじゃん、えにし。寝れるなら 寝れますよ。あ、はるとくんおいくつですかって。今年23です。あ、そうなんだ、見えないね。今22で23、うん、7月で。もっと20歳とかだとかだと思ってた。7月か、あとちょっとだ。そうね、バンプ自体がみんな20歳、21とかが多くて。そうだね、うん。どうするの、バースデーは。おお、へえ、打てるように頑張りたいね。おお。まああと3ヶ月もあるから、ね、そうだね、うん、全然全然3ヶ月あったら、まあ新人の子が新人期間終わるぐらいだもんね。そうですね、うん。とかでもまだ3ヶ月経ってないもんね。そうです、ちょうど2ヶ月ぐらいですね、今。あ、じゃあまあ来月でやっととりあえず新人研修は終わりみたいな。そうです、うん。何なんだろうね、この仕組みね。まあ、うん、新人ってなんだろう。新人ってなんだろうっていうのはもちろんありますよ。いや、うん、分かんない、分かんないよね、まあ、うちのお店というかそのグループ的にもね、うん。でも、まあ、でもまあ気持ちの区切りじゃないですか、やっぱ個人の、うん。そうだね、3ヶ月で独り立ち、まあ、絶対研修っていうか一応はその新人の子だよっていう扱いをするみたいな。まあ、俺らもそうだし、お店側もなんかこの子新人なんでみたいな感じかな。でもあんまりどうだろう、バンプだと多分新人の扱いあんまりされないでしょ。そう、みんなやっぱ初めてホストする人が多いから、うん、そうだよね、未経験多いもんね。平等ぐらいの感じでいい、うん。まあうちだとそうだけどね、フェルセンだとベテランのホストがすごい多いからさ。確かになんか未経験の可愛い子が入ってきたって感じになるけど、10年の中に1ヶ月いたらそりゃ新人ですし。いや、そうだよね、もう全然。バンプだったらそう、まあ半年とかなんか1ヶ月の人がいてもまあ、はい、まあまあみたいな。そんなことですね、やっぱ。お酒何好きなんですか、だって。ビールが大好きですね。ビール、ただ量が飲めないんですよ、ビール。それだけど飲めない、すぐお腹パンパンになっちゃうんで。そう、炭酸がね。うん、ビール以外は。ビール以外はあのシャンディが。いや、ビールじゃん。ビール。ビール系だな。ハイボールとか。ああ。炭酸が好き。炭酸や。炭酸が気持ち。ああ、なるほどなるほど。なるほど。炭酸か。いや、俺もう全然最近炭酸が飲めないんだよね。ゆきさん、そうっす。いや、まあまあでもなんか好きだから飲むよ、お酒だからね。でも次の日がやばい。大体いつもお腹痛いもん。お腹痛くならない。お腹痛くならない。ならん。まあこれ。それ炭酸。いやきついな。俺も今震えようにしてましたけど。年なきゃよかった。年なのかな。年なきゃよかったな。まあね。エニシさんはテキーラじゃない。テキーラはこっちですから。エニシさんも飲むよ。まあ。キーラ行きますけど、でもあんま飲ませすぎちゃうとね、またおしぼりの機会に起こっちゃうから。ほどほどにしてあげてほしい。そうですね、すぐ怒っちゃう。ビールの会社、朝日とか。そうだね、うちのビアサーバーは朝日で、ポロとかですかね。瓶が、うん、違うわ、ビアサーバーがキリンで一番搾り、ビールが朝日ですね、瓶ビールが。そうですね。そう、でもどこにも多分ビアサーバーあると思う。バンプにもあるよね。 あります、あります、うんうん。一緒かな、キリンだよね。多分キリンだと思います。じゃあもう多分全然一緒なんだと思う。うん。え、でもね、なんかそのバンプにさ、なんだっけ、コカレロ、あコカボム、あるんですか。あります、あります。コカボムがあるって聞いてちょっと羨ましいなって。ちょっとそれは羨ましいですね、単純に。え、全然羨ましいなと思って。でも全然そっちの方がいい。ホスト始める前に飲んだことなくて、うん、ああ、コカボムを飲んだら美味しいと思って。あれ、上がレッドブル、レッドブルで、ね、全然なんかね、飲みたい、コカボムだったら、うん。え、ショットアートか何あるの。あとはテキーラと、うん、あとあのイチゴの、最近イチゴのテキーラ、タランチュラかな。え、あテキーラローズ。あ、そう。いいな、飲みやすそうですね。うん、多分女の子すごい好きだと思う。好きでテキーラを飲ませる。いや度数が低いの。あ、そうなんですか。テキーラと比べてテキーラローズの方が。いや、言ってもな。あ、それぐらい。あとはイエガー。イエガー、あ、まあまあ
ぐらい。タランチュラはないってことですか、ね。あ、そっか。ちょっと違う。タランチュラなくしていいからテキラローズ欲しいね。なんかコカボムが羨ましい。なんかよくインスタでさ、こうバンプのこのストーリーとか見たりするんだけど、コカボムいただきましたとかなんか写真載せてて、うわ羨ましいなって。ちょっと行ってみましょう。これはバンプコカボムはうちの、ああコカボム実装してくださいみたいな、はい、うん、そうだね。あれ容器が高いんじゃない、ひょうたんみたいな。そんなします、しないんかな。え、どうなんだろう。コカボム知らないかな。フェルセンじゃ作れない、ないんだようちに。そうそう、コカレロっていうお酒とレッドブル混ぜるんだけど、そうそうす、ひょうたんみたいな容器が必要で、ガラスの下がね。いやでもあれまあまあ度数高いっしょ。いやそう結構、そうでもこれ飲んだ瞬間このレッドブルが最初にこう来るから、なんかそこまひるんだと思ったら危な、強い感じは全くしないけど。そうそうだよね、うん、ガツーンってくるやつだから、まあ、単純にだって、ああ、まあ、怖い、いや怖いなそれ、いや怖いわダメだな、全然すら恐怖しよう、全然ダメだと思う、うん。いやフェルセン、うん、ちょっとね言っておきます。それはフェルセンでも見たいっすよね、多分お客さんたちも、うん、まあ一杯ぐらいだったらね。でこれで人気だったらレギュラー化するんだろうとは思うけどなんか一時期ありましたね、なんかなんとか盛り上がってまいりますシーターみたいな特別の、あーレモンコンクのやつだったっけ。うん、ああいう系で期間限定出してもいいかもしれないですね。そうだね、まあいや、うん、入ったら入れてくれる、じゃあね、うん、言っておきます。ガンブの方々とお店の店長たちにね盛り上がりそうだな。いや絶対盛り上がるだろうね。でも結構ショットよりかは俺カロリーのイメージが強いんだよね、バンプって。あー確かに。どうですかね、でも半々ぐらいです、ね、最近ショットもよく見るんですよ。え、ワインは出ない。ワインは、ワインもちょこちょこ出ます。あ、代表がワイン。あ、そっかそっか、ヤエバさんか。ヤエバさん、そっか。今までで一番わけわからない飲み物って何がありましたか。わけわからない飲み物、現在進行形でありますよ、僕は。何、なんか、綾瀬翔っていうホストがうちいるんですけど、うんうんうん、そしたらなんか、生ビールを半分ぐらい飲んだ後にジャパンっていう日本酒、うんうん、あるじゃないですか。それを焼酎だね、焼酎か、うん、焼酎を入れ出して、うん、これうまいんすよって言いながらゴボゴボ入れ出してから飲むっていう、こわあ、でも、まあ、合うんだ。意外と合いました。あーそうなんだ。あ、美味しい。ジャパン自体がそんなやっぱ飲みやすいやつなんで、ね、匂いが少なめだからね。それがビールと合わさって、いやなんかいろいろ混ぜたやつ飲んだことあるな俺サパーなんだけど、どこのサパーかもう覚えてないの、記憶がもう定かじゃないんだけど、はい、全部のショットを混ぜたらどんな味になるんだろうっていう、よくわかんない YouTuber の企画じゃないですか。いや本当だよ、最低だと思うひどい。いやでも俺もまあまあ酔っ払ってて、すごい仲のいい人だったから、いややろうよってもう全然やろうって言って、まあ、確かにやってみたい。イエガとそのテキーラ、はい、タランチュラで、なんかここら辺からもうショットじゃないんだよ、もうジンとかウォッカとかなんかそのウイスキー、ブランデー、あとなんだっけな、最後なんかブランデーも混ぜるんですか。多分匂いきついと思うからっつって、なぜかバニラエッセンス入れてくれたその計らい何、風味でごまかすみたいなめっちゃごまーって入れて、ってこういただきます、バーって飲めたもんじゃねえ。もうみんな入った、そこ5人いたんだけど。色はどんな感じなんですか。え、なんか闇の色みたいな、真っ黒だ、闇の色みたいな真っ黒だ。いや、やっぱショットって混ぜるもんじゃない、脅威だ。胃の中だったらいいんだけど、アルコールしかねえ。フェルセンのハイボール1500ですかね、1500円になります。ウイスキー1500だと思います、うん、まあ、カクテルじゃないからね、ハイボールはね。あ、え、カクテルじゃなかったら2000ですね。うんうん、違う違う、カクテルじゃないから1500。ん、カクテルが2000。うん、あー、そっか、そうそう、あ、そうですね、すいません、そうだそうですたまによくわかんなくなっちゃうんだよね、うんうん、なんでも、なんかこう、全部カクテルってカテゴリーにしちゃうときあるから。もうどうなんだろうね、まあ、飲まない人からしたらアイコールも別にカクテルみたいなもんだけどね。まあ、混ぜるしね、うん、そうね、俺ダイエットしてんだけど未だにハイボールを最近飲み始めてさ、うん、あれ
やちょっとね、ハルト君まだ若いから大丈夫だと思うけど、ちょっと25になったらそろそろ来るよっていうのを知っておいてほしい。3年後ね。いやマジでなんか気づいたら太ってる気づきが遅かったっすね。いや本当俺もめっちゃビール好きで入った当初でずっとビールばっか飲んでたんだけど、もうやめたもん最近。ハイボールばっかり飲んでる。ビールね、なんか多分太んないんだと思ってる、ハイボールって。いやでも、シュンさんとかビールよく飲まれるけど、いやそうなんだよね。そう考えるとビールではないのかもしれない、ね、だから運動不足なんだろうけど確かに、そうだ。ハルト君はあれなの、寮でやっぱ公園で遊んだりすんの？いや、お前連れてかれましたね。やっぱ行くやっぱ行く、恒例行事やっぱ行くんだ。もうそろそろ寝ようかなと思って電気を消して、うん、寝る準備してたんですよ、うん、おしら下の階でから、うん、ダッ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 って入って、ハルト、鬼ごっこ行くぞって思ったりそういう起こし方なんだだから2階あるんだ。2階です、ね、すごい。メゾネットなの？なんか中は一軒家っぽい感じで、うんうんうん、リビングと上に3部屋とかあって。すごい、すごい、すげえ。でも壁薄いんでしょ？壁薄いと思う多分電話とかしたら結構聞こえてくるみたいな。うんうんうん、うわなんか嫌だねそれいやでも楽しそうだな、そっちの寮もね。楽しそうっすね。そう、25になると新陳代謝落ちてくるからね。うん、いや、ウォーキングね。美味しいものかどうかわかんないけどね、酔ったら食べちゃうからさ。やっぱ夜食べるのはいけないですよ。そうなんだ、夜食的なのはやっぱ。いやマジで歌舞伎町にあるご飯屋さん全部油物じゃん、ほぼね、なんか豚骨しかり、なんかちょっといった韓国料理もあるし、焼肉もあるし何なんだろうね、あのうまそうさうまそうな匂いがするのはもう。いやもう、しかももう、うん、行っちゃいますよね。そうなんだよ、覚えてないんだよ、しかもそれが。行ってたんだ。そう、朝起きてなんか気づく、なんか豚骨臭いなんか臭みたいな食ったな俺。いや確実に行ったなと思ってあるな。よって食べる人？結構食べます。いやまずいよ、まずいよそれは。今まで結構小食だったんですけど、ポ、うん、スター始めてからこの営業中にめっちゃお腹減って、まあ、帰りバカ食いするみたいな、ね、これなんだよね。なんだろうね。そう、うん、で酔ってるから帰ってすぐ寝ちゃうみたいな。そうね、食べてすぐ寝るんだよね。いやもうそろだね、楽しみだねハルト君の成長が。3年待つまでもなく、うん、来る。もうそろ来るよ、多分1年後にはもうまあまあいい感じになるよあれっつってみたいな。いやそう考えるとやにしマジ太んないよね。太っ、いやでも最近はそのやっぱジム行ってるのと自炊を始めてるのでちょっとやっぱ。あ、そっか。食べる量も減ったし運動もちょっとしてるから、まあ、持ちこたえてるみたいなレベルですよ。とりあえず多分太ったら絶対太りました。ああ確実に最初と比べるとね。はい。いや俺マジ太ったからね何なんだ衝撃的ですもん。ホスト始めてから1年 2年ぐらい、じゃ2年弱で。いやね、こんな太るんだって思って。人間って太れるんだって思った可能性を感じたそんな言ったんすかっていやもう、今何キロ？今多分55、6ぐらい。うわ俺と一緒じゃん一番最初のやべえな全然俺も55だった。昔の自分を見ているかのような悲しい、悲しいよ、うん、体重は変わらなくてもなんかこう、うん、お風呂入るときとかシルエット見るとあれなんかこの辺なかったのにある何か増えてきてるちょっと触れるなみたいな。この辺来るよね。きついよねもう、うん、なんでだろうね。いやなんでってかもう酒飲んでるからなんだろうね酒飲んで食っちゃってる感じね。いや羨ましいね、食べ過ぎても翌日には体重落ちてるって。イカ水違うか。しんちゃんはね痩せたね、痩せたけどあれベストでごまかしてるよね、しんはね、うん、しんさんベストでごまかしてるとかある。最悪出るからねもうね、ベスト脱いだら最悪出るから、もうわがままボディ出るから、うん、まあ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 、うん、まあ否定はできないですが、うん、何キロ。いやそれはもう俺も60か55ぐらいに戻りたいよね。そうですよ、全然戻りたい。55のポテンシャルがあるんですから。そもそもいやまあ栄養失調だったけどね最初。いやどうなるんだろうね、でも想像できない。逆に今これだからこそそんな痩せたら
でも俺もハルト君みたいに行こう。シュッシュッてシュッてなりたい。ちょっと痩せてるユキさんもユキさんじゃないですけど。何なのじゃあ俺デブなの。ただのデブなの。小雪みたいに改名してもらえる。ちょっとダサいなそれは。一旦 CM 行きます。はい。新人紹介したいんです。めっちゃ舐め腐っとるやん。3年前地元を離れ1年半のサラリーマンとしてのキャリアを十分に積んだ後、ここ歌舞伎町に降り立ち、4年後不動産関係の会社を起業したくて約700万円の資本金を貯めるためにホストしようと思いました。めっちゃ真面目やん。はい、というわけで、はい、うん、もう気づいたら30分超えるんだね。もう30分ですね、うん、やっぱ、うん、時間経つのが早い。いや、ほんとね。で、もう一人じゃないんだよ、もう二方バンプの子たちでゲスト呼んでるんで、交換かな、じゃあ、はい、うん、そうですね。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。手叩いてありがとうなのかな、わかんないけど。じゃあ交代してもらえますかね。そうですね、うん。先、どっちからどうします、いきます。もう2人一緒でもいいんだけどね。どっちでもいいんだけど。イエーイ、白い、はい、来ました、来ちゃった。また来ちゃった。でもあるたんびに来る。好きよね、好き、ニコ生。いや、もう俺ね、これね、これ先に言っておきたいんだけど、毎回バンプとアデオスとアピッツとそのオーパストとナイキンさん含めのグループラインがあって、なんか出したい人いたら連絡くださいみたいなの毎回やるんだけど、そうですね、絶対いるの。絶対ルイ君がいて確実に来ます。バンプの天塚ルイ君出してください。毎週来るやん。また来たと思って。いや、できれば出たことない子もピックアップしてくださいって一応カイトには言うんだけど、カイトってそのバンプのナイキの子なんだけど、いやでもルイ君でお願いしますって。いや、そんな出るんだと思って。俺しか手あげない。俺しか手あげないから、もう本当に。あ、挙手制なんだ。挙手制。そういう感じなの。本当に。誰も誘ってくれないんで。寂しいそれは。またお前かってなんだな、お前。いやいや、まあまあ、でもなんかこうやって積極的に出てくれるのはすごく嬉しい。すごい嬉しいですね。だから俺らどっちかがインフルエンザとかだ、なんかでいなくなった時は代理で MC をこう急遽ゲスト MC としてね。ゲスト MC 全然全然、うん、スマッパバンプってここ 白、ね、白い人はそのマネやろう、ふざけんの違う。パークはい、じゃあ頑張りはい、はい、あーそうです、イエーイ。はい、いろんな子見たい。最近いろんな子見たいね。うん、波に乗ってるオミくんでしょ。そうそう、オミも2回目だよね、多分。オミ2回目ですね。うん、前回は本当新人の時、うん、前回もまだチンゲが生えてない時です。うん、ちょっと待って、髪の色違って今生えてきたね、ちょっと生えてきたんで、ちょっと生えてきた。金髪の時だった。はい、そう、金髪の時に、なんか それこそハルト君と確か一緒だった。ああ、そうだね、ハルト君とオミ君と2人で、多分デスノートのエルあんまり覚えてないかもしれない、みんな。なんかエルオミ君の俺その時、オミ君見て思ったのが、なんか唇カッサカサだなって思った。最近最近カッサカサだなと思って。今プルプルなんで。いや、もうよかったよかった。乾燥時間終わったから赤いリップみたいなの塗ってたよね。そうですね、ピンクの。そう、お茶目のやつ。いや、でもカッサカサだなと思ってたけど、よかった、今プルプルだもんね。そう、バンプではもうね、僕らペルセンなんで、ナンバーとかは分かんないですけど、あ、そうだ、先月が僕がナンバーワンで、オミがナンバーツーで、うわっ、おめでとう、ありがとうございます。素晴らしい、バンプのナンバーワンツーが、ワンツーがもうね、結構新人の伸び率半端ないんで、バンプが、いや、グイグイ来るよね、グイグイ。うん、だってオミ入って2ヶ月2ヶ月2ヶ月目で、あ、そっか、え、もう賞取ったよね。そうですね、先月
ホストショー、ね、ホストショー、あ、そうか、そうか、ホストショーがある、すごいね、すごい勢いが、勢いがすごい、本当にやっぱりね、下の子がすごいとやっぱりどん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 後ろもやらなきゃってなっちゃってるんで、焦るよね、焦りますね、だいぶ焦ります、だいぶ内心めっちゃ焦ってる、めっちゃ焦ります、もうね、余裕ぶってま、余裕ぶるのが大変、逆に、いや、早いね、でもワンプのこのマジの成長が本当に早い、成長スピード本当に早い、羨ましい限りです、限りですね、スマッパどうですか、いや、スマッパはいつも通り、いつも通り、上の人がうち下の子をバーってこう、めでて終わり、犬みたいな、シャクシャクシャクシャ終わり、そんなムツゴロウさんみたいな扱いしてない、多分お互いがお互いをこうね、切磋琢磨させるって環境じゃないからさ、うちはベテランがすごく多くての、まあまあまあ下の子だから、まあしっかり礼儀とマナーですもんね、礼儀とマナーを重んじるのも、そう、スマホやっぱりね、もうバンプはもう楽しければ何でもありなんで、それがいいよね、何でもいい勝ちなんで、バンプだと、ほんとに最近ショットが増えてきたっていう噂の、そう、ショットが出るんですか、さっきね、コカボムが羨ましいっていう話をしてて、ショットしか出てこない、毎日ショットは出るからね、ショットしか出てこない、楽しいけどね、その方がまあ体は持たないけどね、僕的にもそういう飲み方の方が楽しいんで、レイ君お酒強いよね、いや強くはないですけどね、強くはなくて、も酔っ払う時やばいですけど、そうです、なんか強いイメージはないですね、大見君から見てもないんだ、うん、強い量を飲めるだけ、そう、あ楽しんで飲めるんですよね、じゃあすごくいい、それはいい無限に飲めるんですけど、すぐ酔っ払いますね、わかりやすくていい、うん、あーレルイ君だってすぐわかるもんねまあ声でかくなりますもんね、もうそ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 う、独特だしね、声もね、なんだっけ、年間表彰式のすげえ広い中でもなんか端から端まで声聞こえるとか言われたんで、なんか壇上上がってたよ、壇上上がってそう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 、壇上上がるわ、いやもう顔と声が合ってないってすごい悪いんですよ、やっぱり先駆けすぎて低いよね、低いです、顔の割にすごくなんかもっと可愛い声してそうとかめっちゃ悪いんですけど、あともうなんか喋らなければ可愛いとかめっちゃひどい喋らなきゃイケメンやつ、女性が言われるもんじゃないんだ、マスコット的なやつでも言われるでも無理だもんね、飲みたいし、喋らないわけにはいかない、無理なんですよね、喋っちゃうし飲んじゃうしで、いやでもこれが逆にギャップで ね、 そうですね、人気なんだろうとは思うんです、まあ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 、でもね、今回特になんか今日企画とかないんですよね、特にないよ、ないですね、フリーと、うんうん、フリーだよね、フリーフリーなんかコメント拾ってっから、お前ら面白いコメントして。新鮮だな、マジで。こういう感じもあるんだね。あんまりコメント拾ったりしてないですよね。いや、まあまあまあ、半々ぐらいかな。多い。多いとかそういうさ、クソつまんないコメントしてないですよ。なんだよ、まあ。昔配信してたことあるよ、でも。いや、全然ですよ。あ、本当に？あんまなんかこういうカメラに話すみたいなの抵抗ないの？全然ないですね、うん、オミ君も抵抗しかないです、抵抗しかない、逆に気になってしょうがないです、まあまあ、こっち見なきゃいけないからね、そうですね、この辺あれを、うん、そうそうそう、モニターよりこれ難しいからね、でもね、難しい、難しい、そうね、配信だと、まあうちだとユウ君とかが結構、あー、そっか、ツイキャスとかツイキャスやってて、ラインライブとかなんかフワッチとかもやってる、そうですね、うん、おお、いや、フワッチあれいいっすよね、え、どうなんだろう、わかんない、最近配信してて、相手が投げてもらえれば、うん、どんどん金入ってくるんで、うん、ちょっとマジリアルな話かえ、でもなんだっけ、LINE ライブとかも、 LINE ライブなんか、LINE ポイントみたいなのが入ってきて、で、なんかスタンプ買える、スタンプ買えるやっちゃうみたいな、ファミマで使えるみたいなポイントを出前頼めたりとか、まあ現金化もできるらしいんですけど、すごいすごい、すげえ、アイテムのうんうん、ポイントのなんか 20% が入ってくるんですよ、自分に微妙だね、そうですね、フワッチャーと 50% あるんですよ、あー、じゃあこれはもう配信者サイドね、フワッチャーが今一番いいいや、よくないよ俺これはよくないよやっぱりね、ホストやってる以上ね、やっぱりやっぱりね、金とね、女が大好きだからね、まあそうだね、ホストが好きだし、うん、でも、入って最初に言われるのはそれだね、どれが好きなのみたいな、三原則として、お酒が好きなのか、女の子が好きなのか、お金が好きなのかみたいな、間違いなく僕全部好きなんで、いやもうまあ向いてるね、もうね確実に向いてるよね、確実な転職え、オミ君は
オミはもう金だけしか好きじゃない。ひどいね。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫、大丈夫。今日何もしないぞ俺。大丈夫だろか、本当に。オミは酒と女の子嫌いなんですよ。あ、嫌いなの。どちらかと言ったらホモなの。いやいや、そういうわけじゃないです。でもなんかね、結構ね、男とすげー連絡取るよね。そうですね。キャストとすごい連絡取るんですよ。何キロ手前まで行っちゃう。女の子以上いるから。誰、彼女みたいなラインしてるんで。え、なんで？わかんないです、わかんないです。どういうこと？え、誰誰？今一番連絡取る。今いなくて。今狙ってる。今あまり何ちょっと干されてる。そんな感じより怖い怖い怖いよ。あのね、結構ね、バンプはもう触れてったらどんどん干されていく制度なんで。いや怖いね、マジで怖い。触れば触るほど干されていくんで、まあもういいだろみたいな。まあ別に構わなくていいだろみたいな。じゃあもうレイ君はもう完全に今干されてる。そうですね、干されてます。絶賛干されてます。すげえ干されてます。だからもうね、寂しくてね、もうすぐ来ちゃうから、こういうとこ。え、おいおい、そういうことな。多店舗で友達作ろうとないんだ。はいはいはい、そうなんですよ、もうね。飲んでないよ、多分ルイ君はまだ飲んでない、うん、全然。飲んでたらもっとすごいもん、ルイ君。全然飲んでない、シラフシラフ。暴れ方が優しめ、うん、今日は暴れてないしね、なんなら、うん、いくらからエースって判断してくれ、俺が。まあこれ、個人によるだろうけどね。うん、じゃあ、まあ逆にいくら使えんの。ひどい。でも確かにそうだね。そこからですね。そうそうそう。まあでもエースって言葉知ってるとかね、水商売の言葉ってあんま使わないようにしててさ、ここで。そう、いろんな人が見ると思ってて。ああ、なるほどなるほど。だからなんか、まああんまり言葉にはできないような言葉もあるじゃん、水商売的に。めっちゃあります。うん、なんかそれをやんわりと伝えるのってめっちゃ難しくて。ああ、なんだろう、枕だったらなんて、なんてほぐせ。営業セックス。ダメでしょ、もう俺もダメだよ。いや、これもダメでしょ。これもダメな単語出てきたけど今。何もかもダメだよ。本当に良くない、本当に良くない。割とあらゆる場所にダメだと思う。一番最初にそれ出てくると思わなかった。今のは聞かなかったことにしてください、本当に。でも YouTube の方でピーって出てくる。そうそう、なんだかんだ。はい、YouTube さんお願いします。オミクはもう覚えた、そういう言葉。だいたい言葉、だいたい、だいたい、だいたい、ホスト用語というね。だいたいですね。まあ、夜食の用語みたいなね。そうですね。でもね、まあやってれば勝手にまあなんか単語聞いてって。そうだね、自分で覚えますもんね。うんうん、気になったら調べる子もいるしね。好きな女性のタイプ。うん、金持ってる子。うん、ホストだ。すべて。オミクは、オミク小島春です。小島春。ガチめのやつですよ。オミク、オミクガチめのやつ。小島春好きなんだ。小島春。いや、いい。アイドルが。なんで小島春が好きなの。脇が好きです。脇のラインが好きです。何？顔見ないんですよ、自分。そんな人によって違うの？そこライン。この、ここの居心地がいいやつナンバーワン。居心地。いたことねえの。小島春の。感じたことはあるの、こちらの子。すごいね、春が。まあそれフェチなのかな、多分。そうですね、脇フェチなんだ。あの、腕枕されたい派なんで。あー、なるほど。ここに痛い、痛い、痛い。そうなんですよ、めっちゃ可愛くても、ここにニョヒョって行った時に、うん、ってなったら、もうアウト。それ何、筋肉のつき方みたいな。そうなんですよ、あるんですよ、そんな。で、自分の顔にヒットするか。そうなんですよ、あるんですよ。あるんだ、あるんですよ、クルースリーパー並みのやつ。いや、怖い怖い。なんかこんなにゴリゴリに脇のこと話す人怖い。もうちょっと怖い。断るね。レイ君ある？フェチ。うん、フェチ、声。声フェチですか。声なんだ。そうそうそう、まあ、声はめちゃくちゃ気にするんです。どういう声がいいの？高い低いとか。高い方がいいですね。なんか女の子らしい声とか、アニメ声とかも好きです。あー、なるほど。ハム声とかも全然好きだし、可愛い声が好き。カワボ、カワボが好き。カワボ、日本独特のやつみたいなもんだね。うーん、みたいな。逆になんかハスキーも別にいいの。何でもいいじゃん、じゃあ。それはリスの判断。まあ極論やったらダミ声とかダメみたいなね。まあ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 、ダミ声、ダミ声、ダミ声どうなの？俺みたいな声ですかね。いや、ダミ声だね。どちらかというと多分ハーツキーだと思うけど。うんうん、なんだろうね。フェチね。あと鎖骨綺麗な人がいいとかね。あの、ベッドの部分が綺麗な人の方がやっぱり。うん、これ多いね。男の子多い。すごく多い。そうそうそう。
そっか、声優、まあ声優さんみたいな感じだね。うん、もう女の子でダミ声見たことないけどね。一旦 CM いきます。はい、したくないの。やめよう。じゃあすごいやめよう。すごい勝手に司さんと思って、なんでなんでもうもうなんでやめようかなーか、もうやだCM 入ったらもうすこぶるテンション下がった入った瞬間に、うん、もっと司はスラッとしてて顔が濃くてイケメンだよ。確かに、本当ですか。確かに、うん、勝手にすごい司さんだった。全然違う、全然違う。そんなことある、うん、いや、チーム入った時にね、はい、ゆきさんがおいと LINE 交換したよねみたいな話で、あ、したんすかみたいな。で、あれ分かんないな、いや、ゆきさんだよって俺が言ったら、え、ああ、この人がゆきさんなんですね。今更こういう感じMC ってこういう感じだよ。何回目だよ。悲しい。俺も崩れ具合がすごいから。もうそっか、そういう感じ。俺じゃあ一回俺も挨拶しないといけないんだよね。ね、初めましてゆきですって。そうですね、ちゃんとやっぱり。いやいやいや、別になんか、ま、マジに怒ってんじゃない。面白かったらいいんだけど。いやいや、これで怒ってたら気持ち悪いでしょ。なんかちっちゃすぎる。でもそんなことあるんだ。逆に司さんは何だと思ってたのか。司は誰だと思ってたのじゃん。いや、司さんしか分からなかったです。あ、ゆったりさんで、はい、あ、そうなんだ。え、嘘じゃん。じゃあ、えにしもしも俺分かんない説あるぞ。えにしさんは分かんないですけど、うん、俺分かんない、うん、自分の中にゆきさんがいなかったです。あ、いや、あ、印象がね、印象がもうワンチにねえと。つかさん、つかさんと思ってました、完全に。いいんだ、いいんだ。俺はつかさなんだ。俺はつかさ。病んでる、病んできた。そっか、でも分かりづらいもんな。いや、でもまあ、なんかフェリスさん結構まあシルエット似たような人多くないですか。あ、でもなんかすごい平均身長、平均体重が多いとか、なんかあんまり突出してる子があんまりないかな。いないですよね、うん、個性がね。ないね。ないっす。ざっくり言われた個性がない店。いや、大丈夫これ。そう考えると今度バンプってすごく個性あっていいね。個性しかないですよね。個性強いよ、一人一人の癖が強いですからね。至って普通の子って多分内勤のカイトぐらいだよ。いや、カイト君はカイト君の癖強いです。強いんだ、カイト。強いんだ。何が起こったんですか。なんかもうつぶやきしろみたいな感じなんで。いや、怖い怖い怖い。なんかそんな感じだったけど。いつもブツ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 言ってるんで。いや、そうそう、何かあったんだろうね。優しくしてあげて。あのね、多分個性がないとそれこそバンプだってやりづらいと思います。まあそうだね。そうそうそう、自我が強くないと本当に。確かに、あそこはみんなグイグイ行くしね。うん、すごくなんか同じグループなのに同じグループじゃない感じするもん。すごく全然違いますね、うん、まあ、そういう感じの店にしたいんだよ。なるほどね。そうです、ね、みんながそう思ってます。もう代表みたいになってる。いや、もう僕はもうグループ反対派なんで。アスマップグループ嫌いなんで僕は。いやいや、よくないよ。あ、よくないよこれ。見てるよ事務所。わい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 。本当に干される。グループから干される。やばいやばい。俺給料なくねって。
もう君に払うのはない。全罰金で。そうみたいな。もう大丈夫。だいぶだいぶだいぶ。まあまあなんだかんだね、うん、うちのグループは大丈夫だと思う。そうそうそう。やっぱりね、いつもが多分ね、おとなしすぎるんだろうね。まあそうだね。そう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 、うん、やっぱりね、しっかりした話だけどつまんないからね。うん、うん、しっかりした話するの逆に。しっかりした話しようと思えば。もうマジっすか。多分俺なりのしっかりで。そうだよ、自分なりの個人差があるもん。仕方ないそれは。しっかりしてるのかどうなのか。なんかゴリゴリに上ってのが多分いないしもんね。25でしょ。25が最年長なので、るいくんとやぶさん、あれ、るいくん、やぶさん一番上で、あれブライヤー、え、嘘、21だったの。俺21です。嘘、全然知らなかったそれ。そっか、ブライアン、ゆうくんとかですね。ああ、そうかそうか、そこら辺か。そっか、そうなると30がいないもんね。まったく、うん、全然やだな。なんか前いたらしいんですけどね、30代いたんだ。いたんだ。いたんだ。うちもね、まあ、まあ放送しても大丈夫だよ。大丈夫。あの、ヨルセン今平均年齢何歳ですか。どうだろう。でも多分今年でちょうど30ぐらいだと思う。30代がすごい増えるんだよね、今年。3人か4人増える。今年ですか。あ、そうか、29の子が多いのか。そうそう、すごいよ。人が。だから30ぐらいかな。多分アデオスより。いや、まあ、まあ、アデオスはツリアさんが平均をこうって感じで、もっと言うのか、50代ぐらいの人いますよね。いますの。え、ウィング君。え、ウィングって言うの。ウィングウィングさん、ウィングさん、銀髪の。そうね、うん、ダンディな方。ああ、ああ、ああ、別に言うのは50代。50代ぐらい。え、まだ、まだ。あ、いました、茶髪のです。茶髪の。ツリアさんと別に。すごい、すごいね。ルブタン履いてる方です。めっちゃ大きいじゃん。いや、もうベテランが多いです。でもアデオスはすごく、うん、アデオス合同やってどうでしたこの間。でもなんかうちのクッキーに馴染んでくれましたね。シャンパンコールなかったけど、うちのコール部のその部長の秋野大先生のコールが聞きたいみたいな。でシャンパンコールやって楽しいって言ってくれて、うん、あんなことは楽しかった。よかったですね。うん、やっぱりね、まあ、バンプと合同営業するともう、うん、大体、うるさいっすよ。めちゃくちゃ、ルイ君の声しか聞こえなかった。角っこの方。ルイさんから、ルイさんとエルの声しか聞こえないっていう。なんなんだか、えいどういうことと思って。とりあえず騒げとしか言われないですからね、エルの。全然いい。いや、あれが足りないとこなんだろうなって思った。うん、そうですね、僕たち。ね。まあまあ、でも、フェルセンの中ではうるさい方なんだけどね、ここ二人も。まあ、おまだね、まだうるさい方なんだけど、やっぱ改めて見るとうるささが足りない。全然足りないっすね。俺ももっと精進しようと思ったもん。精進しますか。多分なんかちょっと騒ぎにくい雰囲気はありますよね。いや、そう、そこなんだよね。そう、ちょうどこの背景になってるけど、そのなんかあの真ん中のところがね、こうおしゃれなソファーが並んでて、うんうん、イエーイ、よいしょーとかできないから。さすがにね、全然できない。いや、なんか合同って割り切ってたらできるんだけど、逆に BGM もすごい。そう、落ち着いてる。今日とかクラシックだし、うん、そうですね。クラシックってなかなかね。クラシックイエーイはちょっとね。いや、クラシックでイエーイはちょっと強いね、なかなか。うん、まあやれない。やれないことも、いや、できないな。土日でしょ。できない。うん、だそっちはずっとクローブミュージックだよね。そうですね。そうですね。絶対楽しいね。だいたいクローブミュージックで、あとはもう授業の好きなやつかけてみたいな。うん、ああ、そういう感じなんだ。そうです、ね、フリーなんだね。結構何でもありなんだやっぱり。それは内勤の清盛さんがサボってるわけじゃなく。じゃなくっす。ああ、よかったよかった。やっぱりもう自由に楽しくっていうのがテーマなんで。すごいね。うん、いやいや、こうやっぱこういうのね、全然違うんだろうね、リスナーさんから見たら。同じグループなんだよこれ。全然ね、真ん中2人と端2人、違うグループじゃないですからね、本当に。同じグループだけどね。でもなんかグループ内でなんかいろんな系統あるのいいっすよね。うん、そうですね。その方がね、なんかいろいろ楽しめるし、うん、みんな刺激出てほしいんだけどね、そのオーパストさん、ピッツさんにも。ああ、何一つ誰も来てないから。いや、オーパストとかでかでたがり多くないですか。結構どうなんだろうね。声かけたら多分すぐに
俺が直々に声かけたら行った方がいいんですかね。あー、まあ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 、それこそレマンさんとかすぐに出たいって。そう、なんか前コメントでオーパスのレマンさん出してくださいっていうコメントがあって、なんか、まあ、レモンさん出てほしいなと思ってたんだけど、うん、まあ、いかんせんもう今幹部だから忙しいじゃん。そうですね、タイミングがね、なかなか。レモンさん来た時俺も来ますんで。出たがり単純の出たがりでもずっとオーパスとしてやってる。ああ、そうですね、そうですね、そうそうそう。で、いまだにでもオーパスとのコンセプトっていうかどういう感じなのかちょっと掴めてない俺は。でもコンセプトなんか最初大人かっこいいでやろうと思ってたらしいんですけど、うんうん、まあ若いの増えてきて、うん、もうパリピでよくね。そういう感じだもん。そんなの大丈夫かなこれ。全然パリピで、もう若くてわちゃわちゃした店でよくねってなってる。いやもうそういう感じ。まあでも一番若かったのかな多分バンプが。そうできる前。そうですね、うん、マピッツァなんかからの和洋中っていうかな、なんだろう、和洋中、和洋中、和洋中、アバンギャルドだっけ。アバンギャルド、アバンギャルドですね。あープレイスインズ。アバンギャルドって何ですか意味。先駆者的な。かっこいい。チェンリオみたいな。先駆者なのあれ。そんな感じ、分からんけど。まあでも、いやどうなんだろうね。いやもうそう考えると分かんないね。はい、入ってないから分かんないんだろうね。うん、うん、大人なホストクラブ少なくなってきたら寂しい。そうだね。大人とは、大人とは、うん、大人とは、うん、大人だよ。でも一応俺らもね、まあまあいい大人だよね、もう、うん、大人ね。いや大人のホストクラブって何なんだろうね。哲学やね。そうですね、ワイン飲んでゲームとかお茶お茶した飲み方じゃなくてシックに飲む、ワインとかブランデーウイスキーとか飲んで、うん、トークだけを飲む、シックいバーみたいな。あ、なるほどね。無理だな俺もダメだな。ワインは飲めるんですけど、でもバンプで一番ワイン飲むんだよ俺は。俺とヤトさんが大体ワイン飲んでるんで、うん、代表が飲むって言ってたもんね、うんうんうん、そっか、あとルイ君が飲むんだ。そうですね。なんで今年ソムリエ取ろうかなって思ったら、 お前は 100% 無理だからやめて。ひどいなそれは。人で判断してやっぱグループに干されてんじゃねえかでもなんか2次のあの試験で、なんか死因があるらしくて、うん、その死因で多分俺はベロベロになって落ちるだろうっていう。あー、なるほどね。そんな飲まないでしょ。そんなに。オミ君受けないの。受けないっす。オミそんな好きじゃない。そんなに。あー、素直だよ。聞かれない。いや、だけどものではない。素直なところ、いつまでも素直でいてほしい。また質問して何でも答えられるもっとこう、経験積み重ねて、え、おみくん好きなタイプや、うん、こじはるですってまだ言ってほしいの。ブレないの。次回出る時もね、このまんまで、うん、あること願って、ね、全然全然。あと10秒です。早いね、もう。早い。もうそんな、もうそんなんですよ。いや、まあ4月始まりましたけど、うん、はい、今年も、今年じゃない、今月もスマッパグループよろしくお願いします。はい、お願いします。バースデーお願いします。またね。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。いどんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。